皆さんこんにちは。女子ゴルフ界で急成長中の黄金世代からまたしても目を見張る活躍が報告されました。ツアールーキーの大里桃子さんがヨネックスレディス最終日に65をマークし、6位タイでフィニッシュするという快挙を成し遂げたのです。世界の舞台で輝く選手がいる一方で、国内ツアーでも新世代の台頭が着実に進んでいることがわかります。今回は大里桃子さんにスポットを当て、彼女の魅力に迫ってみたいと思います。ぜひ動画の最後までご覧いただき、皆様からのコメントをお待ちしております。2024年6月3日、ヨネックスカントリークラブで行われたヨネックスレディス最終日、この日大里桃子さんは圧巻のプレーを披露し、ベストスコアとなる65を叩き出しました。スタート時は2オーバーだったものの、トータル5アンダーまでスコアを伸ばし、自己最高タイの6位でホールアウトしたのです。10番からのスタートとなった大里さん、いきなりバーディをダッシュし上々の滑り出しを見せます。11番ではティショットが右にそれ OB の危機に見舞われましたが、幸運にも OB ラインの1メートル手前に止まり事なきを得ました。続く140ヤードの2打目は見事4メートルにつけ、これを沈めて連続バーディ発進となりました。さらに12番、15番、18番でもスコアを伸ばし、前半だけで5バーディノーボギーという申し分ない内容でした。後半に入ると2番でバーディを奪ったものの、その後はパー更新が続きます。しかし大里さんは最後は取って終わりたいという思いを胸に、ラストホールの9番に挑みました。見事バーディチャンスをものにし、ガッツポーズで有終の美を飾ったのです。このラウンドはプロ転向後の自己ベストスコアを更新する値千金の1日となりました。勝みなみさんや荒垣ひなさんと同じ黄金世代に属する大里さん、2017年のプロテストは惜しくも不合格に終わりましたが、同年末のファイナル QT で16位に入り、今季のツアーデビューを勝ち取っています。しかしこれまで目立った成績を残すことができず、今大会を迎えるまでの獲得賞金はわずか約250万円。リランキング残留へのプレッシャーもあったことでしょう。リランキングをクリアしたいと思っていましたが、4月の試合は全滅、残り試合が少なくなり焦りもありました。でも吹っ切れた気持ちで臨めたことが良い結果につながったと思います、と大里さん。ジュニア時代から共に戦ってきた仲間たちの活躍を見て、置いていかれていると感じることもありますが、焦りは持たず自分のプレーに集中するようにしています、と胸の内を語ってくれました。大里さんが試合に臨む上で先輩ゴルファーからの助言も大きな支えになっているようです。アマチュア時代の KKT 杯バンテリンレディスで同組になった木澤信子さんもそのお一人。バンテリンの時はほとんど会話がなかったのですが、試合後にプレーを3秒早くしようかと言っていただきました。私のプレーが遅かったからだと思いますが、地元の試合で考えすぎてゴルフしているんじゃないの、というメッセージが込められていたような気がします、と大里さん。その後も折に触れてアドバイスをもらう間柄になり、今季のワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ練習日には左手の3本をしっかり握れと言われたそうです。そこからショットが徐々に良くなってきました、と師匠の言葉が力になっているようです。最近の大里さんは課題であるパッティングの強化に力を入れています。誰よりも遅くまで練習を続けることを日課とし、先輩選手の行動を手本にしているとのこと。今は追いかける側の立場ですが、追いつくために自分を高めていくことを忘れないようにしています、と力強く語ってくれました。さてここからは大里桃子さんのプライベートに関する情報をお届けしたいと思います。まず気になるのが結婚しているのかどうかという点ですよね。調べてみたところ、現在のところ大里さんは独身のようです。女子プロゴルファーとして人気も高く、インスタグラムのフォロワーは7万人以上、公式 YouTube チャンネルの登録者数も2万人を超えているそうです。黄金世代の仲間と共に日本ツアーに新風を吹き込む存在として、多くのファンに愛されていることがわかります。とはいえ2019年のインタビューでは、結婚は30歳手前くらいが理想、自分が納得したらゴルフは引退して主婦業に専念したいと話していたので、結婚願望はあるようですね。
まずはゴルフで満足のいく成績を残すことが目下の目標なのでしょう。年齢的に考えてもおめでたいニュースが届くのはもう少し先になりそうです。現在交際中の彼氏がいるのかは定かではありませんが、過去のインタビューで大里さんは好きな男性のタイプについて、背が高くてかっこいい人と明かしています。2019年には俳優でモデルの竹内涼真さんを理想の男性として挙げていました。ただ女子プロ仲間と一緒にテレビ出演した際、全員がゴルフに口出しする人は絶対に嫌と口を揃えていたそうです。つまり仕事には口を出さず、そっと応援してくれるような理解力のある男性が理想なのかもしれません。次に大里さんのご家族について見ていきましょう。父親の大里満さんはなんと仕事を辞めて娘さんのキャリケンコーチを務めているのだとか。元陸上選手で、それまでは専門学校の体育教師をしていたそうです。運動神経抜群の持ち主で、趣味のゴルフもハンディキャップゼロ、クラブチャンピオンにも7回輝いた実力の持ち主なのだとか。8歳からゴルフを始めた大里さんは、そんな父親の影響を大きく受けて育ったのでしょう。母親の大里美也さんもまた元陸上選手で体育教師をしていたそうなので、良き遺伝子を授かったのは間違いありません。ちなみに大里さんには正志さんという兄がおり、もともと父親は息子をプロゴルファーにするつもりだったようです。父が本当は兄にゴルフをさせるつもりで、ジャンボ尾崎さんから名前をいただいて正志と名付けました。私にはゴルファーの嫁に行けと言っていて、菊池桃子さんの桃子という名をもらったそうです。と大里さん、運命のいたずらというべきか、皮肉な結果になってしまいましたね。最後に大里さんの愛車について触れておきましょう。なんとアウディの Q4 イートロンに乗っているそうです。2024年2月からアウディの公式アンバサダーに就任しており、電気自動車の最新モデルをゲットしたようですね。気になるお値段はカスタマイズ次第でしょうが、700万円以上になるのではないでしょうか。もともと車好きだったこともあり、ついに念願のマイカーを手に入れた形です。ちなみに2018年のキャットレディースでの初優勝の副賞に贈られたショベルカーは、地元熊本県の震災復興のために寄付したのだとか。さすがの行動力です。自動車ディーラーのスポンサーがいる大里さんは、試合の開催地ごとに様々な車を借りることができるのだそうです。しかし女子プロゴルファーの移動距離は年間数万キロメートルにも及び、文字通り新車を乗りつぶすほどのペースだとか。好きで乗っているわけではなく、試合のために仕方なく乗っている状況が多いというコメントからは、プロゴルファーならではの苦労が垣間見えます。さて、いかがでしたでしょうか。今回は大里桃子さんのプライベートを中心に、その素顔に迫ってみました。交際中の彼氏の有無は不明ですが、今はゴルフ一筋で突き進んでいるのは明らかですね。将来笑って暮らせるように今を頑張るという言葉からは、賞金の使い道にも慎重な一面がうかがえます。引き続き大里さんのさらなる活躍とともに、プライベートの動向にも注目していきたいと思います。今回の動画の感想や今後取り上げてほしい話題などがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでくださいね。そしてこの動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。